飲めるの？お疲れ様。お疲れ様です。え、飲めるんですか？ちょいちょい遊びに来てるし。いや、それは知ってますけど、なんで、いや、まあ、缶コラボレですよね。なんでなんですか？え、お疲れ様です。え、缶コラボレですよ。あ、そうそう、缶コレ。なんでここにいるんですか？終わったから。終わったから。え、缶コレどうやった？すごくかっこよかったです、はい、ありがとう。どうぞどうぞ。すごいスピードでドア閉めていったよ。一番座り心地悪くない？大丈夫ですか？どうございました？はい、どうございました？いや、こたつは？え？どっか行った？マジか？マジ？うんうん、ほんまに。このカメラと悪い意味、視聴者さんには狙われてるけど。そうですよね。まあ、二人きりではあるけどね。普通に向こう、降りて聞いてたから、はい、ちょっと来てほしいなと思って。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日もかっこいいですね。ありがとう。前ゼップとかやったらね、一緒のステージに立ったけど、はい、今回自分がステージ上で観客側っていう。そうですね。不思議な感覚やんね。あ、ちゃんと棒振ってました。棒買ってたんや。あ、もらえたんですよ。へえ。あ、はい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 。もらえて。あ、ほんまや。で、どっか行かれますと、だからこっちだけ使用感すごいんですよ。これ言ってました。多分私よりこっちゃんの方が触れたかもしれない。いやー、嬉しい。そうやって見てきてくれてありがとうございます。久しぶりの観光やったよね。そうですね、4年ぶりぐらいやったかな。はい、その4年の時を経て観光、はい、にまた出ることになって、しかもそれをね、今こうすごい仲良くしてもらってる方へと、えんちゃんに見てもらえるなんて。いやよかったです、かっこよかったです。いやで、こうやってね、今回、まあ、動画撮ってるやん、急にね。はい、わけ分かってないんですよ。まあ、わけ分かってないね。なんか、えんちゃん、なんかこう叶えた夢みたいなものってあるの？夢ですか？夢、夢。えんちゃんの中でも、なんかこう、なんやろな、これだけはいつかしたいなっていう、叶えたいなっていう夢あるのかなと思って。あ、でも、いつかお嫁さんになりたいです、結婚して。はい、今はお嫁さんっていうのはいいんですか？あ、そうやね、女の子のこうなんか、そうですね、終着点というか、うん、ウェディングドレス着て、そうですね、なんかこうみんなにやってもらってっていうのがね、やりたいですね、いつか。じゃあちょっといいですか？はい。いいですか？こちらどうぞ。なぜに逆じゃないですか、普通。お疲れ様ですって。いやいや、今の話を聞いた上での、まあ、ちょっとね、こう8月いろいろ一緒に動画撮っていこうということで、はい、一つなんか夢を叶えたいなっていう、はい、まあ、僕自身、はい、方へととも話して、ちょっとあなたがこうちょっと渡させてもらいたいなっていう、はい、まあ、これを、きっかけに、はい、えんちゃんの夢を叶えましょう。いいですか？え、その顔何？え、何？何？何の花束なの、これ？何の花束なの？これえんちゃん、えんちゃんさ、今日さ、しょうさんに何したい？恥ずかしがらずに。え、じゃあずっと翔さんの話した時に、ちょっと悪いことはいつも言ってるよな。はい。え、俺の口から言うの？恥ずかしがらずに。まあまあ、目の前にいるからね。結婚してくださいって言ってますけど、何でしょうか。その夢を翔さんが叶えてくれます。は？いや、ダメでしょ。僕たち、翔さんとえんちゃんに、結婚の式場と、ドレスと、超かっこいい翔さん、一日結婚式挙げていただきます。泣きそう、泣きそう、泣きそう。予想外の反応が。一日ほんまに幸せになってほしいし、あの夢を叶えようってなった時に翔さんがもう喜んでて来てくれたんで、
まあいろんなことを考えると本当に大江戸に俺自身すごいお世話になってると思うし、なんやろ、切磋琢磨できてる間柄かなと思ってて、俺マジでこれ初めて本当に心の底から可愛いなっていうか応援したいなと思った YouTuber が大江戸なんや。これは本当にだから、そんな中でやっぱりね、この2年ぐらい一緒に過ごした上で、まあいろいろ大変なこともありましたけど、まあでも今またすごいね、ホエト自身がすごいやる気になってチャンネルをこう日々運営していってるっていうのは、なんかこう同じ同業者から見てすごいわかるから、頑張ってるなっていうのが、まあ、これに負けないで頑張ろうって思いつつ、まあそんな中で本当に大好きなホエト、そして大好きなエンちゃんの夢を叶えるならぜひ。おということで、次はみんなで結婚式場で会いましょう。